多分あとセンター目線、僕がするのもおかしいよね。センターのこと認知してているのにもかかわらず、その目の前で殺して、しかも僕はレポートしてる。キルは多分してないと思います。相方で仕方なくキル、あのレポートしたとか一応あり得るかなぐらいです。くる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 ー、ツナパイさん、ゾネキさん、ゲンさん、トキヤさん、パイさん、ゼロ、ケイさん、ごめんなさい、大丈夫か。カフェテリアのところに死体があって、はい、で、センタンさんがボタン待機してたんですよ。はい。で、ボタンの近くまで行ったらレポートが光って、で左の方に行ったら夏目先生の死体がありました。おお。なんで左から来たんじゃないですか、ケイさん。いや、ストレージの方から回って、センタンがボタン待機してるなって、リアクター鳴ったじゃないですか。はいはいはい。行こうか迷ったんですよ。でそのタイミングで気づいたんで、先端の位置で光ってるかどうかはちょっと微妙。やってない。じゃあ僕のキルは、その直近キルは否定できるってことか。いや、わかんないけれども、あの、本当にキルしたんだったらカフェでそのまま真ん中で待機し続けるのは変だなと思う。ああ、よです。うん。リアクターが鳴ったからボタンを押せなかった説。いや、違うんじゃない。リアクター鳴って左に結構行ったのを見て、っていうかその前にエレクトリカルに大量に人いたじゃないですか。はい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 。でその後、多分その中に先端もいたよね。いた、いました、いました。うん。で先端はその後カフェテリアに戻って、うん、ボタンを押すために待機していたんなら左側にいるはずがないって考えると、キルしたボタンのところに立ってた、で右から来る人がいたら隠れられる位置みたいな感じで、でリアクター直ったらボタンを押すみたいなつもりだったんかなっていう位置で。それ どっちですか。僕疑ってるってことですか。うん。あ、は、まあ、一応言うと、ストレージから、エレクトリカルの扉が開いて、速攻でカフェテリア行ったんですけど、たどり着いた瞬間になりました。うん。で待機してようかなと思って、待機してたんですが、あとせっかくならアドミ見ようと思ってアドミ見に行こうとしたら、Kさんがちらっと左上から見えてレポートって感じでしたね。多分その死体を認知するために動いているタイミングだと思います。はい、センターさん視点でキルしてるとか分かる？水海Kさんが。でも分かんないです。分かんないか。分かんない。僕視点はビビった。Kさんが左上から来てレポート。だから僕殺されると思ったんですよね、Kさんに。だと思ったらレポートって感じだったから、どういうことって。描写が曖昧だな。うん。すまん。まあいいや、何言っても説明する必要ないかな。危機の最中は開けない。いや、僕から、要点をまとめると、細かい描写はしないです。エレクトリカの扉開き、ケンツミさんが左行き、竹雄さんがストレージから来、すれ違いながらカフェテリアに行き、ボタンを押すか迷ったら リアクター、で、ボタンの画面閉じたら、Kさんが左上から来て、うわと思いつつ、やっぱ押すかと思って押そうとしたら、レポートです。多分僕の目線からの時系列と多分ほぼ一致してると思います。先端がカフェテリアで止まっているところを僕視認して、で、真下です。本当にカフェテリアの真下なの。真下、先端も違いない。僕は前にいて、 Kさんを追い抜かしたって感じですよね、多分。
いや、カフェテリアについているセンタンさんを見て、でリアクターが鳴っていたので、センタンがボタン待機しているならばリアクターの修理にも向かった方がいいのかなと思って、ちょっと左にずれた段階でレポートのボタンが光ったので、これを死体を認知しないといけないので場所を認知しに行って、でボタンを押したっていうタイミングなので、多分センタンの証言というか視野とはほぼ合ってると思う。僕の後ろにいたってことですよね、位置的には。カフェテリアストレージの流れで言うと、多分ほぼ一緒だと思う。エレクトリカで僕一緒にセンタンと閉じ込められてるからセンタンの方が早かったけれども、ストレージぐらいで確かに配線のタスクを誰かやっていたと思うんだけども、まあまあいいや。うん、センタンの視点でさ、 K さんか剣爪さんの二択じゃない？あ、ケンスメスさんないです。ケンスメスさん左行ってますよ。エレクトリカルから左行ってるんで、はい、あ、エレクトリカルからか。ごめん、それ、はい、カフェテリアから左行けた人は誰もいないっていう主張なの、センター。あ、そう、あの、そうす。あの、ストレージで唯一た、あの、竹尾さんとすれ違ったっていうぐらいです。多分、あとセンター目線、僕がするのもおかしいよね。センターのこと認知してて、いるのにもかかわらず、その目の前で殺して、しかも僕はレポートしてる。キルは多分してないと思います。相方で仕方なくキル、あの、レポートしたとか、一応あり得るかなぐらいです。まあ、あるならね、あるならそれぐらいって話、うん、そもそも剣爪したけはリアクターを直したので、はい、無理です。その2人は僕最終位置アドミンです。ああ最終位置ストレージです。スナパイさんロックされてそうだな。まあロックってことを使っとくか。スナパイさんが疑われてそうだね。の行動を洗わなくていい。はいはい、はい、書きます。なんか私は少なくとも方針だけは決めときたい派なんで、僕と K さんは多分そのリアクターに向かう最中に誰かがキルしたとかっていう視点になるんで、そこを洗いたいですね。で、疑うのはいいんですけど、その人と僕をペアにするとかでも全然いいです。現です。そしたら先端さんと K さんはお二人でリアクターに向かわれたフェーズがあったってことですか？いや、向かってないです。あら、全然伝わってないか、うん、あんまり。あ、いや、大丈夫だと思いますけど、先端とエレクトリカルで閉じ込められていて、そう、もちろん、もちろん分かりやすく言うと、僕が先で K さんが後ろでカフェテリアにもう一緒に向かいました。で、 K さん、僕がボタン前で待機してる、僕を見ながら K さんが左上に行ったらレポートが光ったから、あの死体を発見したっていう流れです。 K さん下から行ったんだ。下から行ってます。エレクトリカルで閉じ込められてました。2人が両城だった場合、上回りで行った誰かがキルしてるみたいなビジョンになる、ね、とか、あとはまあどっかで戻ってとか、まあ、上方向のキルだと思います。はい、その場合エレクトリカルから、リアクターまで向かったうち2人ないしは3人に攻撃されてる人は犯人じゃないじゃない。はい、うん、はい、現像にキスナッパイ違います。他はそうですね、現像にキスナッパイ、エレクトリカル下の通路最終位置で、ケンツメさん間違うと思います。はい、でそれは竹尾さんもフォローできる。ケンツメスさんが僕を多分見てるんだったら同じ動きしてリアクター入ってってるんで、はい、多分ストレージのところで配線タスクやってるサントスさんがいたと思うので、サントスさん無理だと思います。ストレージですね。はい、ちょキルクレーズ10秒ですけど、まああのそこはホラフ君は、僕はアドミンです。誰かに一応 K さんもK さんストレージからアドミンちょっと覗いてカフェ行ってますよ。はい、多分そのタイミングでセンターと下がってきた感じです。はい、それちゃんと言ってるんで、僕はアドミンだってことは証明できると思います。竹雄さんは不可能かは分かんないです。僕ケンツミさん 100% 無理だけど、竹雄さんが一応ストレージの方から来たね。一応ね、一応っていう感じ。うん、あ、初動下行ってたしね、一応の範囲かな。アフ君とサントスさん
説明は特に必要ないかな。オラフ君と竹雄さんはまあ、あの位置ではあるかなって感じで、アントさんも。それ以上話つまらんだろうね。まあ、ケイさん。死体の位置がなんか不可解なんだよな。はいはい、メトベーでケンツメスさんの死体がありました。はい、うん、メトベーか。私ね、上ルート通ったんです。アッパーと ロア閉まったか分かるんですけど、私アッパーが閉まった時に私抜けれて、ケンツメスさんがアッパーの方に、残されているのは見ましたと。で、私その後上通って、その時、メドベイは入らずカフェまで抜けて、カフェのタスクをやり始めたって感じなので、でその時私視点でアッパーに閉じ込められているケンツメスさんを見ているので、その後メドベイ行ってるならまあまあ直近な気がするかな。うん、時間クールタイム的にも直ってドア閉めの、でその後だから鳴り始めぐらいだと思いますよ、コミュニケーションの確か。竹尾剣無理です。はい、ロアでベッドベイの奥の方でいいですか。 K ベッドベイの、ベッドベイの、いやもう奥の方じゃないですね、手前ですね。廊下から鳴る範囲かどうか。あ、そうです、廊下ってちょっと入ったぐらいで鳴る範囲だったんで、もうほぼ手前です。了解です。軽先端恐怖症に関してはかなり厳しいと見てください。リアクターから下側に行って、コミサボの修正のところまで2人で行ってるので、この殺人には関わってないです。あと、スナッパイさんも若干厳しめかな。ストレージのところまで一緒に行っているので、そこからもうめちゃくちゃシュンシュンっていかない限り無理だから、かなり厳しいと思います。オラフ君視点って、ベントして潜るの厳しそうな位置に見える。ギリギリできそうな位置に見える。距離的として潜るのは、いや、即夜にやったら、僕ちょっと、まあ、ごめんなさい、ゾニキさんってどう動きました？あ、はい、初手ナビゲーションでアドミン見まして、アドミンアッパー位置、ロア位置、リアクターさんという情報を得て、ストレージで閉じ込まり、壁越しに先端さん、スナパイさん、ケイさんを目視し、最終位置、ロアエンジンで竹尾さんとゲンさん見てます。いましたよね、ロアエンジン。多分上の方にいたと思うんですけど、どっから来たのかなと思って。あ、右側からです。その際、センターさん、K さん、スナパイさんに目視されてます。うん。オラフ君とサントさん、ロラストック。サントさんかな、両方。そもそもさ、さっきのケンツメさんのキルってキルクールギリギリの事件では、そうですね、初手リアクターなりでしょ。いや、はい、確かね、今回ねリアクター治るのまあまあかかってた気がする。いずれにせよリアクター5の事件じゃないですか。まあもちろんリアクター5、うん、アントさんかオラフ君しかできないんじゃないですか。うん、僕も1個前も、ね、あ、1個いいですか。じゃあ僕ボタン押したんでちょっと食べ出してほしいんですけど、竹尾さん視点ゲンさんが無理っていうのはなんでなんですか。あ、一緒の、ほぼ一緒ですよ。アッパーエンジンでタスクやり、はい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 、リアクターでタスクやり、ロアエンジンでタスクやりをゲンさんとほぼ重なってました。あ、ゲンさん僕死にしてもらってますかね、あのリアクターとセキュリティの間で見た気もしますが、それは多分オラフさんの白証明で多分なり得ないと思うんですよ。あ、オッケーです、オッケーです。はい、あ、じゃあオッケーです。で、サントスさんが？ん？私はさっきも言ったように、アッパーエンジンに残して、その後かあのカフェまで行ってるので、その時は、アッパーに残して生存してる金爪さんを見てますって情報を残してます。私は。というか、できる位置ですよね。だからできる位置であると。そうです。サントスさん最終位置はどこなんですか？カフェです。あ、じゃあ、そうか、僕自身はサントさんになるのか。できる位置になるかなと思って。でも、あ、でもコミサポ中に僕がセリフする意味っていうのそうなんだよね。そう、だから私、そんなオラフ君疑ってないけど、でもだったらサントさんになっちゃいますよね。ゾニキさん、ゾニキさんがカフェからストレージって言ってるの、誰か指名してる人いますか？ゾニキさんはストレージのカフェからストレージじゃないしね。だから、ナビゲーション、ウェポン、
カフェ、そしてアドミンちょっと見てストレージ、ストレージで壁越しに被告人に目視されてるんで、キルクールとかそういう観点から無理かなと思います。じゃあルート的に無理だと思います。3と3になっちゃいます。うん、じゃあ、はい、でもやるのか。あれこれ全部ベント否定できたんでしたっけ？で3人とに目視されてますよ、全員が。エレクトリカル付近のベントは無理。どっちから落としますか？じゃあ1キル目も総合的に考えてオラフさんから落としたいですか？わかりました。オラフさん入れます。わかりました。あ、じゃあ僕が落ちたらサントスさんまでは。サントスさんボタン余ってます。通らしてください。もう使ったんじゃなかったっけ、確か私。了解です。まあ使ってたとしても一旦様子見てほしい。あ、必ずローラーしてください、お願いします。いや絶対オラフ君だと思うけど。なんでそんなめちゃくちゃ白になりに行ってるのかわかんないよな。レポートしたクルメイトっぽくないよな。めちゃくちゃ白になりに行こうとしたよね。そんな必死になるかっていう。サントスさんぐらいのスタンスは多分普通なんだよな。と思っちゃったけどな。一応押しに行こうと思ってマップ開いちゃいました。ごめんなさい。あるかどうか分からない。エサミュート。ミュート解除ボタン間違えました。はい。はい。じゃあまあまあ、一応ローラーができる最後の猶予だったので。うん。釣ってもらっていいかなと思います。多分だって、ベントの否定もさっきできたから、2人す、釣ると多分すっきりして。6人一同になるのかな。まあでも、そうですね、さっき一応ね、ゲンさんに一言言っておきたいのは、サントスさんの初日全然可能性ある1ですよ、はい、アドミンでしたよね。これじゃサントスさんはストレージで、オラフさんはアドミンでした。なので、オラフさんの方が近いかなと思って。一応サントスさんに言っとくと、ゾニキさんはストレージ側から来ていて、キルクールタイム的にギリギリできなくて、スナパイさんの弁当移動もエレクトリカルを出て、あ、違う、ストレージのところに出るところまで見てるから弁当移動は大丈夫だよ。あ、ゾニキさんはその後ロワーで攻撃されてるから上行ってないよ。はい、はい、あ、 OKOK、私以外の他のクルーの人からもう弁当が否定されるなら私視点がオラフ君になるので、落ちてるって視点ですね。でこのあのローラーで完遂されることになるので、まあ、私残されると多分なすられるっていう可能性もあるので、していただいてっていうのでもいいかなと思います。まあ、それ今の話も含めてどっちに入れるかはお任せしますが、はい、どっちでも大丈夫かな。弁当の否定もできたので、はい、私していてはオラフ君で落ちたので。なんかね、オラフ君すごい気になりましたよね。なんか、うん、めちゃくちゃ焦ってましたよね。最初のキルに関してはアドミンっていうので、まあ遅かったですよね、情報は。オラ君なんか歯切れ悪いんだよね。うん、なんか議員さんに白証明してもらおうとしたけど、でもレポートしてるからもうセルフかどうかだけだから、位置関係何でそんな白くなろうとしてるのか。まあブルーでもやる動きとは思いますけど、うん、OK です。安定を取ります、すいません。うん、あ、全然安定取っていただいて大丈夫です。ありがとうございます。はい、頑張ってください。両方ラフ君多いけどな。まあまあまあ、茶色、紫、オレンジ、うん、普通にやっぱり好きな世界に神田原子を、あ、はい、はい、スナパイさんの死体がエレクトリカルとシールドの間の廊下にありました。で、僕は直前でロアエンジンでスナパイさんがタスクをしているのを見ていて、給油をして戻ってきた信じたので、相当直近のキルです。エレクトリカルとストレージ、あー、ゲンさん無理かな、初動で右行ってるし。え、すみません、もう一回下位置お願いします。エレクトリカルとストレージの間の通路です。あ、エレクトリカルとロアエンジンの間の通路、ロアの間、ごめんなさい、はい、ロアで、でスナパイさんがロアエンジンでタスクをしているのを見て、僕は給油のタスクをやろうと思って戻ってきたら死んでたっていう流れなので、相当直近です。
で、ゲンアリバイ、あ、そうですね、ゲン右にしか行ってないんで、はい、ずっと一人でした。それを見送っていて僕ダウンロードしてます。はい、はい、私は、はい、はい、ゾニキースナッパイさんと共にリアクターを直した後タスクを2個やり、最終リアクターの ロングタスクずっとリアクターにとどまってます。うん、分かったわ。僕は竹雄さんと一緒に、リアクターまで行き、リアクターの中にゾニキさんが真ん中のタスクや、違う、左目のタスクやってて、あ、はい、竹雄さんもそこに行ったのを見て、アッパーメッドベイ、最終メッドベイ、スナパイさんもいました。ん？スナパイさんも、ごめん、リアクターにいました。ごめんなさい、ちょっと言い方悪かったですね。竹雄さんと見た情報はほぼ一緒だと思います。ゾニキさん目線は先端さんを否定できる？いやいや、私はタスクをやってて、アッパーに行ったかロアに行ったかわからないので否定はできません。Kさんは？あ、僕ウェポン行ってその後 O2 の2つタスクやっているぐらいで終わってます。ほう。僕視点先端さんかゾニキさんっていう感じになると思うんですけど、それ以外の可能性を追うとしたら、ね、ベント移動してエレクトリカルとかセキュリティから来て切るなんて相当厳しいと思う。あ、ちょっとぎ、場所的にもね。そうです。あ、ペア提案すればよかったな。ボタンを押せるっけ。もう押した気がする。押したボタンを忘れがち。潜んでて、いや厳しいよな、距離的にも。ゾニキさんっぽくなるけど、ヒロさんのセリフ、直近ですね。ゲンさんはエレクトリカル前で突っ立っておられました。ストレージで抜けて、ゾニキさんとそこまで一緒に行きました。私、最終位置、アドミンアップロードです。僕、でコミュニケーションストレー、シールドです。これ、Kさんが浮上してきました。先端さん、竹雄さんって、ごめんなさい。僕視点、先端さん、絶対に無理になったんで。あ、じゃあ分かりました。はい、Kさんですね、だと思います。じゃあ、ゾニキさんだと思います。竹雄さんと先端さん、お互い知らせもできるんですよね。あれでも竹雄さんとセルはあるのか。は あ、でも多分、ゾニキさんだと思います。これ、中央ボタンですね。中央ボタンなので。竹雄さん、先端さんがない。私自身、先端さん、竹雄さんを疑っていたので、Kさん、ゲンさんと、一緒に、下に行った方が、まあ、竹雄さんが先端さんをキルすれば、私目線、竹雄さんになるし。あ、OK です、OK です。とりあえず、ストレージのところまでゾニキさんと一緒に行ったので、お互い容疑者っていうのは分かったんですけれども。ボタンどっちかありますか、先に。あ、ゾニキあると思います。ボタン僕もあります。じゃあ、僕の白証明します。で、原産殺害はちょっとお互い多分白証明できんと思うんですけど、さっきの殺害が多分白証明できて、僕原産と一緒に右側行ってるんですよ。で、お互いそれを視認している状態なので、スナパイさん殺害は僕にはできないです。いやでも先端さんと竹雄さん目線わからないですね。我々3人目線、 K さんがどこにいたのかって分かんなくて、源さんが所定で、そうおっしゃっていたけども、その後初動でっていう話なので、 K さんが多分そこから移動してロアまで行ったんだろうなっていうふうに思って、相当時間多分厳しいと思います。分かりますけどね、ウェポン O2 のところまで僕一緒に行ってるんで、そこで分かれてるんで、高いです。一旦スキップしますが、はい、相当これ状況的に私厳しいなとは思いますね、さっきのキルがね、謎が解けない、結構ゾニキ先端みたいな感じで思っちゃったんで、そうそう、謎が解けないですね、はい、私の中でどういう状況なんだろうって思ってます、正直。K
ケイさんのやっぱ最初のレポート相方のキル見つけたんじゃないかな。なんかケイさんの気するの、まあ物理的にちょっと難しそうではあるけど、なんかあんまりな。ドニキさんがあの状況でキルするかって思っちゃうんだよな。はいはい、ゾニキさんがインポスターで多分ボタン消費してない可能性があるのでここで決めましょう。うん、いやー不可解ですね。まあいや状況的にさっきのキルが、いや多視点、リアクターからベントキルしてるように見えると思うので相当厳しいんですが、ただ K さんが竹雄さんってさっきのスナパイさんキルの時って、ロアで給油して直後右行って左行ったら死んでたっていう感じなんですかね。もう一回説明しますね。スナパイさんがロアエンジンでタスクをしているのを僕は確認して、僕はストレージに行って給油をして、ロアエンジンの方に戻ってきた時にキルされてましたっていう流れです。なるほど、把握しました。あでもよくよく考えたら、廊下で死んでたっていうことは、僕を、ストレージから僕を追い越していったのはちょっとタスクの画面的には見えるのかな。だからエレクトリカルのベントから行ってロンカですれ違った時にキルだったらまあありえるのかなっていう感じですね。あ、それですね、多分それぐらいなんだろうなって思います。ただ相当厳しいと思ってください。うん、うん、ゾニキさんのターンでいいですか。さっき僕結構喋ったんで。いやでももうそれぐらいしか追えないんですよね。でいやだから盤面的にというか状況的に私が黒くなっちゃうのはしょうがないと思っているのでタスク勝利を見込みたいと思っていて。あ無理です、無理です、僕かなり残ってます。あー分かりました。いやーきついな。いやーでも本当にそれぐらいしか。あ先端さんって私がリアクター残ってたのって目視されてますけど、でもローアニベント飛んだって思われちゃいますよね。まああの状況でキルするかともちょっと思いま す, す、ね、じゃ思います。いやーでもこれうーん、まあちょっと総合的に考えると計算になるんですよね。なんで？そうですか。いや絶対だってその解散殺害できないよ。じゃあ計算入れてほしい。え O2 キロードがねゾニキさんっぽいんだけどね、総合的に考えると計算っぽいんだよな。マジかこれで。いや大丈夫です、申し訳ねえ。いや計算だと思うよ。いやそう言うけどね合ってんだよね。えよくよ拾いますね。いやすごい竹雄さん絶対ゾニキさんいると思ってた。どうぞどうぞ竹雄さん。わけわからん。勝ったと思ったけどな。私ってインポスターだと思うよこれ。マジかすごいねこれ。あオラフ君でもない。ごめんオラフ君でもないんだ。センターさんと竹雄さんの思考多分、ね、ぜひ解説お願いします。皆さん気になってると思います。どうして私にならないんだろう。僕はやっぱり最初の K さんが、僕の方に来たっていうのがなんかあまりにもおかしかったんですよ。ちょっと説明があれだったんですけど、僕ボタンの前にいて、うん、左に死体があるのに僕の方に一瞬来て戻ってレポートしたんですよ。だから本当に殺されると思ったんですよ、うん、僕。そっか、初動のやつか。そう、でもその要素出しても多分不毛になると思ったんで、僕の中でケイさんだと思ったんですけど、ちょっと。言葉にはしてなかったけど、思われてたんですね。そう。ちょっと迷いました、あれ。その時、ケイさんに入れてたの僕だったんで。入れてたね、いっぱい入ってた。すごい。で、それとあと、ゾニキさんがやっぱあの状況で、キルしなさそうだな。思った。そのリアクターともう本当に容疑者絞られるのも、分かりきってるんでシチュエーション的に死ななさそうだったのと、源さんがやたら右に行くのを、右にいるっていうことを源さんを通じて間接的に証明なんか無理やりしようとしてた感じを受けてたので。そうです、言ってないですもん。死にに口なしみたいな。一緒にいましたなって私一言も言ってないですもん。いやあちなみに初手キルは私です。私の下よ K さんが見つけてます。ああそうですね。なるほど。なんでダブルキルするとリアクター一択組が全白になるから殺さなかったのかな。あそうです、ちょっと悩んで、うん、どうしようかなって迷ったけれども、先端がちょっと動いたのが見えて、あの死体発見に動くかもと思ってレポートした感じなんで、
かなり迷って僕動いてます。ハキオさん、ハキオさんが絶対ゾニキさん入れると思って、2位になると思って僕ゾニキさんに押してもらって、最後時間が余ったら僕の話しようと思ってて。うわぁ、ハキオさんの決定度は何だったんですか、さっきの。その初日の話もあったんですけど、ゾニキさんがちょっとね、僕結構ゾニキさんと、サボタージュ直す機会があって、あまりに連携が取りすぎてて、ブラっぽく見ちゃったんですよね。ああ。白貯金が積み重ねなんですよね。白貯金が要素ってあるんだね。やば。積み重ねかな。積み重ねか。積み重ねてねえもんな。趣味だけ見たら、ゾニキさんが取られて完全に負けると思ってましたね。いや、私もう展開で。もう勝ったっていう、もう、顔してましたよ。勝ったなって。スナパイさんキルどうやったんですか？スナパイさんキル僕普通にキルしてて、全然ウェポンとかオーツとかいないんですよ。あ、でも、たけお弁当になってます。たけおさんが言ったのが合ってるよ。弁当で飛んで、弁当で飛んで切って、最後ロアーの弁当に隠れたで、たけおさんの行き過ぎやった。ああ、そうてか、たけおさんがね、死体発見早すぎ、全部。またすぐ鳴らす、うん、またすぐ鳴らす。ボタンであれでしたもんね。あれがね、しんどかったっすね。びっくりした、最後。でもあれ、すぐ鳴らしたことで直前切るっていうのが分かって、うん、で、まあ、Kさんの言ってた、ゲンさんと一緒に右側に行ったっていうのが真実ならば、可能性は確かに近くにいた人になるから、そうですね。あそこはうまくいったと思ったんですけどね。ゲンさん殺す。結構スーパーキルかなって思ってたんですけどね。くっそーくっそー勝ちたかったな。いや、なんかもう私も。村が強すぎました。聞きながら私も勝ったな、ニヤニヤってしたの最後。いや、強すぎた。いや、だからお互いあれですかね。多分、出す要素の質はあまりにも薄すぎるなってお互い思ったってことですね、竹雄さんと。は出せないけどっていう。疑惑の種はあったってことだね。びっくりしたの最後。総合的に見たら、あ、ゾニキさんだよねって思ったら、Kさんって、えって思って、わかるってなっちゃって。負けるって思ってて、えこれ勝ってるってなって。いや、議論じゃなくて行動全部僕インポスターの動きしてましたもん。ずっとうろうろ。やれたな。いやー、センターさん、竹雄さんがお見事でした。ありがとうございます。すごい、でも。すげえわ、あれで入れないの、すごいわ。すごい。てか、スーパーキルなんで間違いなく、スナパイさんのキルは。うん。ね、うん、すごかった。キルがすごかったから、よかったな、とか話。くそー。一個いいっすか、うん、僕、黒かったですか、はい、めちゃくちゃ黒かった。ごめん。僕が、なんか、僕発言少ないから釣られちゃったんかなって、最近の試合も思ってて、なんか、これ、なんか、純粋に聞きたいんですけど、僕視点だったら、一緒にエレクトリカル行って、閉められて、で、センタンさんがカフェ行って、僕も一緒に行ってるんですよね。僕とセンタンさんとKさんで、ストレージ行って、で、僕とゲンさんが、Kさんがアドミ行ってって言って、行ってで K さんはカフェテリアで行ってレポートって感じで、まあ、K さんインポスターだったんで多分僕のことあんまりそうですね言わなかったんですよね。ああだから僕視点だったそう で最後のやつもあれそれで最後疑い位置になったんであやべえなと思ってゲンさんに僕死にしましたよねってリアクターとセキュリティの間であまりにも死にされなさすぎてたんでただあの人の話は多分あんまり意味がなくて、プラスさんご自身で死体を発見しているので、まあそうですね、はい、十字路とはセットだったとしても、結局、ラフさんの罪っていうのは、疑惑っていうのは読めないんですよね、もちろん。なんか、もうちょっと僕、発言した方がいいんですかね。なんか、そのタイミングが分からなくて、すごい。いや、めっちゃ優しいよ。すいません。なんか最初も K さんと先端さんの話になってたんで自分の最後のウキイチの自分とかなんかあんまり視認されてなかったから話あんまりしないようにしてて、うん、そっちのことをやった後にボタンを押して話そうみたいな感じにしようと思ってたんですけど、あいや私あいいですか、僕も課題なんですけど相づち一つで多分変わってて、はい、はい、僕と K さんが言っててみたいな時にあそうですよね言ってましたよねって言えばもうそれだけで同意してくれてる一緒にいたその一緒に死人してる人ってなるんで、あってことそれなんか自分のターンになって全部自分の行動を言うとかじゃなくてなんか誰かの行動にあ確かにいたとか言うだけでもなるほど、ね、出す情報の一つになるんで、現時点でもでももしオラフさんの立場でね、はい、死体メドベでレポート発死体見つかりでサントスさんしかもうウキイチいませんっていう時に何言おうかな何言ったらいいですかって言われると結構困りますね。
もう僕はサントスさんしかないし、他の人のアリバイも探るしかなかったんで、なんか本当にできるんですかっていうふうにゾネキさんにも聞いて、っていうふうに聞いたんですけど、まあまあまあ、ローラーだったんで、まあ知らなかったんですけど、まあ、ちょっと、なんか。あとね、最初のキルの時ね、自分停電とかでも、なんか、タスクやってて、ちょっとテンパってカフェテリアから動いてなくて、こんなサントスさんにナイスキルされたので、まあ強いて言えば夏目がカフェテリアから一歩でも動いとけば状況は変わってたかもしれないんですけど、もうそこは申し訳ないです、本当に。サントスさんに急にパッってごめんね。あ、いや、あれ完璧でした。あのストレージのやつですよね。マジ最高のパス来たなと思って。だって勝手にこう偽装する。ああ、偽装してたんだ。あれ完璧。あれ、しかもあれ最後残り十何秒でわちゃわちゃ情報を出し合ってるタイミングでいただったから、多分精査する時間ないと思うんですよね。でも最高喋れてなかったんで、あ、これはパス出した方がいいみたいな。最高のパス聞きましたね。もうタイミングも内容も最高でしたね、本当に。よかった。やられたーって思った。あれすごかった。お上手でした。あれ、あ、じゃあ結局あれか、本当に K さんギクってしました。あの相方のキルを見つけたインポスター。あ、そう、センターサイズ。まさしくそれでした。めっちゃそれっぽかったんだよな。いや、私もギクとした、それ言われて。しかもなんでこんなとこで死んでるんだとも思えませんでした。思った。上の方だったんで。もうちょっと隅っこで死んでよと思って。キルス、いや、私がキルするときもなんでこんなとこにいるんだと思いながら殺しました。死んでよと思って。